大久保忠実は、江戸時代後期の不代大名、老中。相模国小田原藩の第七代藩主。小田原藩大久保家九代。第六代藩主、大久保忠明の長男として生まれる。父の死により、完成八年、家督を継ぐ。江戸時代後期になると、小田原藩でも財政窮防により藩政改革の必要性に迫られていた。藩主の忠真は、 二宮孫徳を登用して、改革を行うこととした。孫徳は、藩重心、服部家の財政を再建した実績をすでに持っていた。忠だもその話を聞き、小田原藩の再建を依頼しようとした。しかし、孫徳の登用はすぐには実現しなかった。身分秩序を重んじる藩の重役が反対したのである。そこでまず、忠だは、文政五年、 孫徳に下谷国桜町の復興を依頼した。桜町は3000国の表高にもかかわらず、後輩が進んで収穫が800国にまで落ち込んでいた。それまでにも小田原藩から担当者が派遣されていたが、その都度失敗していた。孫徳が桜町復興に成功すると、次に忠実は重臣たちを解き伏せ、孫徳に小田原本藩の復興を依頼し、金銭量や、 多数の蔵前を支給して、改革を、側面から支援した。天保八年のことである。孫徳東洋を思い立ってから十五年が経っていた。孫徳の農村復興は九分九里に成功したが、天保八年、ただが五十七歳で、突如として休止し、あと、着村のただし素直が継ぐと、孫徳は後ろ盾をなくした。 二宮尊徳による小田原藩の改革は保守派の反対によって頓挫した。また、文政5年には、藩校修正感を起こした。この藩校は、維新後、幾度かの変遷を経て六軍、共立小田原中学校となり、1886年、同中学校が大隅軍、金目村に移転され三軍共立学校となることで、神奈川県立肌の高等学校、 神奈川県立平塚農業高等学校の前身となった。一方、学生においては、松平定信の推挙で老中となり、20年以上在職する。政治手腕等においては、同役の水野忠邦に比較すると、影は薄いが、反面で、矢部貞則、川地俊明、間宮林蔵など下級ばくりを登用、保護している。犯行が小田原市にあったので、 神奈川県立小田原高等学校の前身と誤解されやすいが、正確には、同班校は、文部館、県学校文部館、共同学校、小田原市藩学校、六軍協立小田原中学校、五軍協立小田原中学校、三軍協立学校という編成を経ている。そして神奈川県県民部県市編集室、神奈川県市別編一人物、伊藤望元においても、 三軍立学校とされている。なお伊藤望元は、津久井軍が六軍から脱退した後の五軍、強立小田原中学校及び三軍強立学校の官学教師だった人物であり、その遺構である三軍強立学校期にも、はじめ、河野在小田原なり、称して曰く小田原中学校と、17年、ゆえあて五軍解体し、おのおのはその資金を分け、 これをもって、小田原中学校は一閉ざして、また開かず、18年に至り、上郡郡長、中村俊次郎、大隅東領軍軍長、飯岡頼重,重及び、有志書士は、外然、最高の義を唱え、ついに、神奈川県庁に、再三上申し、ついにその許しを得、大隅郡、金目村、胸の無事を借り受け、すなわち初めてよく開校教授す。 少子で三軍共立学校とす、とある。ありがとうございます。